はい、皆さん、こんばんは。ワドです。2018年4月の1日になりました。夜中の1時6分です。今月も皆さんよろしくお願いします。楽しんでいきましょう、今月も。はい、もっくん、こんばんは。楽しんでて。わたつ。こんばんは。はい、まさやさん、こんばんは。楽しんでってください。はい、わたつ。今、彼女と見てる。俺の放送、彼女と見てんの。いや、面白くないんじゃないの。女の人は俺の放送あんま好きにならないような気がするけどな。いや、そんなことないか。半分ぐらい女性。どうなんだろうね。彼女と見るような放送ではないと思うんだけど。まあまあ、嬉しいっすね。ありがとうございます。あれじゃないの。イケメンとか見た方がいいんじゃないの。女の人は。どうなんだろう。みーちゃんはどつ。この前親と見てたの？大丈夫？ あ、そうなの？もっくんそんなに古いんだ。ありがとう。うん、嬉しいですね。おい、さつきちゃんありがとう。ハートありがとう。ニコ生時代から見てくれてんだ。ありがとうございます。寝顔どんな感じだったんだろう。そうなんだよね。寝てるときはすげえ可愛いって言われるんだよね。ちょ、見てみようかな、寝顔。自分の枠。どんな感じだったんだろう。寝配信どうなんだろうね。でも寝てるときに配信するって俺ありだと思うんだよな。悪くないと思うんだよね、発想としては。初期化するのに格闘中、頑張ってください。ああ、お疲れ、アンコロ。爆笑した？ああ、よかった。思いのほか声の調子が悪かったね。出なかったね。ダメだった。寝顔可愛いけど、いびきがすごかった。配信来たらいびきが始まってびっくりした。すいません すいません。
寝配信続けようかな。最後まで見れなかった、忙しかったんだ。今月のテーマのあれか、できるだけ配信時間長くやってみようか。今月のテーマいろいろトライしたいから、1ヶ月間俺多分ね220時間とか配信やってるんだけど、寝配信好評じゃないよ、全然好評じゃないけど、いろいろものは試しだから、俺もやっぱね今月100万稼ごうって決めたんだよね。テルに言われてちょっとやっぱ悔しかったから、ワド100万いったんって言われて、言ってねえわっつって、だから俺はちょっと100万を取りに行きたいんだよね。やっぱりね、一回やっぱこんなチャンスが来てるのに、あのトライしないっていうのはもったいないと思うんだよね。そう思わない？こんだけ時代来てて、いつ来るか分かんないチャンスだからね、大配信時代だから、でも思ってたよりコメントは走ってるね。そうだね、最近結構アクティブに動いてるよね。おお、けん玉お疲れ。くれない意外と好評だったんだよね。くれない俺の中ではドスベリした感じだったけど、コメント欄どうだったの？ぶっちゃけた話、コメント欄が気になって、あのテルの放送コメントがすごすぎて下まで追えないんだよ。リアルタイムのコメントの印象、何、しねしねコメントじゃなかったの？どんな感じだったの？ねえ、何事もトライ大事だよね。かなり好感触だったんだ。どんな感じだったんだろう。受けてたの？笑ってあったの？あ、よかった、それは。あ、ありがとう、まさやさん。わらわらが多かったんだ。あ、よかった。勝負に出てよかった。よかった。俺はドンズベリしたと思ってたんだよ。受けてたんだ。あ、よかったわ、じゃあ。珍しいね、和道が受けるとかね。3000人近くの前で大恥かいたと思って、一人で焼け酒してたんだ。いや、いつもよりじゃないよ。俺ほら、カラオケ機材で歌ったことないじゃん。もっといつもより出るよ、もっと高音域出るもん、完璧に出るもん。くれないわ、喉が温まってなかったんだよね。はい、ワード2、お塩さんいらっしゃい。よかった、それは嬉しいわ。いや、だからなんかテルに俺7割ぐらい、 30% ぐらいで案件負けると思ったら、なんか40何パーとか言われて、えと思って、僅差で勝ったのと思ってびっくりしたんだよね。うまいぞってなったの。それ面白いね。うまいぞってなったんだ。俺の中ではドンズベリしたわと思ったけど、あ、そういう感じだったんだ、意外だわ。それは面白いね。コメント欄が見えないのが残念だな。だからコメントキャプチャー大事だよね。コメントキャプチャーなんかね、あ、コメント量が多すぎると、あの全部表示されないっていう欠点があるんだよ、ふわっち。多分ね、一枠のデータ量
に限界があるんだと思うけど、腹抱えて笑った。あ、もうそれだけで幸せだわ、うん、アンコロが腹抱えて笑ってくれたんだったら俺は良かった。それはいいことだ、うん、そういうノリだったんだ。俺が歌うまいとか言われる日が来るとは思わなかったよ。生バンドだったのが、俺はなんかあのロックテイストの方が今回あのドラムとか上手い人だから合うなと思ったからぶっこんでやろうと思ったよね。ここだって思ったここでしか勝負する、ここしかないって思ったね。ここだって、そんな感じだったんだ。奥が深いわ。ダメだ、コメントが多すぎて無理だこれ。あ、やっぱ止まっちゃうわ。無理無理無理、149の分のコメントでもう見れないから、どんな感じかは分かんねえわ。後で聞いてみよう、寝るときに。でもあ、そうなんだまあ声出なくなったらダメだよ。ハイキーが出なかったよね。閲覧すごかったよね。3000でしょ。ふわっちで3000は結構すごいよね。まあメンツがね、オールスターだったからね。なかなかすごかったもんね。あれだけね、大手さんが集まったらやっぱ閲覧ぶっ跳ねるわな。テレジャンビ35万、あそこの貸し切り料それくらいかかるよね。六本木ですからね。魂が良かった。課金出たの。課金置きに行かなかったみんな置きに行ってたじゃん1曲目。第2回やるんじゃないの、あんだけ成功したら。あれは好評だったし、すっげー楽しかったよ。あれ生で見に来た人も喜んでたんじゃないかな。結構人数集まってて悪くなかったっすよ。あれ良かったでしょ。あれだけ盛り上がったら続けるでしょ。ジム、いや明日から行こうかなと思ってるけど、うん、ね、カラオケでカラオケ企画が当たると思ってなかったからびっくりだよね。スモークがいいよねやっぱりね。ていうかドラムセットが光るのがずるいよね透明のドラムセットが光るってすごいじゃん。まさにヨシキのドラムセットがクリスタルのドラムセットだから。優勝したのは沼田さんっていう人だね。うん、いや俺正直こけると思ってたし、 DJ さんだけだったよ2000超えるって言ったの。それ以外の配信者はあの1500がいいとこなんじゃねえのみたいな、まあ1000超えたらいいんじゃんみたいな感じだったよ。 DJ さんだけ、いやこんなの2000超えるよって絶対行くって言ってて、みたいな、うん、2000超えないでしょみたいに笑ってたぐらいだもん。楽屋っつうかリハーサルでやっぱ TJ さんすごいんだね。あれはね、ジャッジメントはリスナーさんの反感買うよね。
リスナーさんはさ、だって自分で投票したらさ、それが覆ったら嫌な感じになるじゃん。だから審査員入れるべきだったよね。そうそう、歌い手さん。だし、結局さ、シュマジロー、テル、アキラッパ、沼田さんってなると、テルの友達じゃんってなっちゃうじゃん。なんつうの。だから、多分、気ぃ利かせて、TJ さんあれアドリブで入れたんだと思うの。盛り上がんないからって。なんつうの。ファンサービスっていうかさ、配信盛り上げるために、やっぱ企画はやんないといけないから、あれ多分突発だと思うよ、決勝戦は。リスナーさん結構いたよ。だから、ステージだけしか映ってないけど、なんつうの、10倍ぐらいの広さ、ドーンってお店だから。でっかいお店だよ。だからステージ側で歌ってるだけ。ねえ、のりゆきさんとかいいよね。リスナーさんの票は入れるのはありだと思うけど、やっぱりなんか、過疎の人が不利になっちゃうっていうのはもう配信あるあるだから。だって俺、ヤミーのポイズン面白かったもん。俺、ヤミーに入れたもん。あんなんずるいでしょ。こんな2回目もポイズン聞きたくなる。3回目もなんなら聞きたい。優勝さらうでしょ、あんなポイズン。それが配信の面白いところじゃん。ずーっとヤミーのポイズン聞いて、ヤミーいいわーっていうのが配信のノリだから。だから、リスナーさんが悪いとか、沼津さんが悪いとかじゃなくて、仕組みをちゃんとしっかりすれば、大成功すると思うよ。いや、ヤミー入れるでしょ？みんな入れたでしょ？ヤミー。なんか、超面白かったんだけど。ヤミー。あ、シュマジローの2曲目の「ラッドウィップス」がすげえ良かったね。エモかったね。シュマジローの2曲目良かったよ。すげえ。ちょっといいなと思ったもん、あの曲。あそこ見れてなかったんだ。いや、なんか賛否両論あったけど。いや、緊張、みんな手震えてたよ。もうセブンさんが面白かったよ。ワドを触って、ワドを触ってっつったら、バク、バク、バクっつって、みんなで爆笑したの。みんなセブンさん触って。リハーサルの時点でバックバクなの。何年配信やってんだよ、みたいな。すごい緊張する、すごい緊張するっつって。ワド触ってっつって。もう心臓飛び出るぐらいバクバク言ってんの。かわいいセブンさんと思って、みんなアキラッパとかも緊張してたの。手震えるとか言って、俺全然そういうのない。緊張全然しない。目立ちたがり屋だから。いや違う、だって50人ぐらいいるんだよ。50、ほとんど女の人だよ。50人ぐらいの人がずっと見てるんだよ。だからライブハウスみたいな感じよ。カラオケじゃないよ、あれ。だから予想してたのと全然違うんだって、聞いてたのと。これ生演奏のライブに近いでしょ、みたいな。セブンさん良かったよね。でもまあね、閲覧多い方が絶対勝っちゃうっていうね、ある意味出来レースになっちゃうからね。そこ難しいよ、やっぱ配信面白くするためには。配信だから、その YouTuber とかテレビとかの人ができなくて、生主は本当に大変なんだよ。リスナーさんの空気感とかを読まないといけないから。めちゃくちゃ多かったよ、リスナーさん。いや、だから来ればっつったじゃん。今度来れば。5000円で飲み放題、食べ放題で、六本木で、あんだけね、生演奏だったら、面白いでしょ。まあ、多分次回埋まるんじゃないの、客席。そんな感じがするけどな。
ていうかさ、俺びっくりしたんだけど、ちょっとまたいつもの愚痴になるんですけど聞いてください。俺さ、企画の時花火上がんねえよっつって嘆いてたけど、俺テルと一緒に過ごしてて一番びっくりしたのが、運転中にリスナーさんのコメントで、テルくん企画中には花火投げて怒らないって、嘘だろって思ったの。 TGP のコメント、てるくん企画の時花火投げたいんだけどいいかなって。俺さ、俺本当に衝撃的だったの。俺はお願いしてお願いしてお願いして花火もらってるんだけど、 TGP クラスになると花火を投げるのにリスナーさんがお願いするんだっていう、すごくない？俺引いたもん、正直。すげえ TCP。 ちょっと WDO も頑張って。 WDO WDO どうした？頼むぜ。いやもうすごいっすよ。もう空気が全然違うの。あとね、あのね、小ボケに笑ってくれる TCP は。TCP 沖縄の時も思ったんだけど、ちょっとしたボケでもね、すぐ笑ってくれるの、彼ら、彼女たちは。ほんと何あれ。ゲラだよ、ゲラ。すごいよな。魔法がかかってるんだろうね、多分。おー、すげえよな。いや、俺出るかどうか分かんないよ。ブッキングで金梅さんのバーターだから今回あ、でもね、正直次回誘われたら絶対行きたいなと思ったよ。今度はちゃんとネタじゃなくて本気で歌ってみたいな。うん、あのちゃんと歌う。今度はあのキーがちゃんと出やすいやつで、あのぶっこんでやろうと思ってる。中島みゆきのファイトを大熱唱してやろうと思ってる。多分場の空気めっちゃ壊れるだろうけどね優勝かっさらってやるよ俺は。もしくはアニソン。いや、あのね、うん、いや、尾崎豊が誰かしら歌うだろうなと思ったから、こうや尾崎行くって言ってたんだけどね。まあテルも尾崎歌ってたもんね、 I love you。 なんか I love you とか和道らしくないじゃん。もっとどぎついの、どぎついの、コッコ歌う、コッコ。コッコ。世界観系アーティストでいこう。でも最後の最後長渕でいいじゃん、決勝までいったら。トンボ。あとラップとか攻める、なんかラップとかね、あのああいう企画でやったらいいのにね、ラップで。
はい、にょにょ、いらっしゃい、バドツ。寝れなかった。お帰り。そう、 I love me だからそうそうそう、 I love you じゃない、 I love me だから、なる、和田さんなるって。世界で一番好きなの俺だからね。カレーの買い物の仕方から見せてた。いや、あれ本気だから、うん、見せてないから。あれ普段の俺あんな感じだからのんちゃん知ってるから。本当に足パッパッパッパって買い物めちゃくちゃ早いの、うん、のんちゃん知ってるよ。すっげえ早いの。和道さん待って、和道さん待ってってぴょこぴょこついてくるの。あー早くついてこいっつって、あんな感じだよ。だから俺あれだもん、中学校の頃歩くの早すぎて忍者って呼ばれてたからね。忍びの末裔か何かですかって。ありがとう、パフェありがとう。あ、自分の演奏は無理無理無理。あの練習しないと。あの人たちはずっとセッションやってるからああいうことができるのよ。無理よ、あの下手なやつが一人紛れ込んだらね、バランス崩れるから。無理無理無理、迷惑かかる。今日寒いよね、なんかね。はい、あのラッキーいらっしゃい、わざつー。
なんか最近格闘技やらないから肩凝ってきたな。運動不足だわ。体ガッチャガチャ。お嬢さんいらっしゃい。4月のね、今月もよろしくね、みんな。今日は湯船浸かろう。ゆっくり寝よ。4月の5日に岡山に行くのかな。5日だったと思ったけど、で、企業案件で2日岡山に滞在して、で、その後に大阪、名古屋って行って、そっからフリーかな。だから関西配信だよ。関西リスナーさん、リア突街でもやってみようよ。何やろうかな、大阪で。まだ何も考えてないんだけど、とりあえず行くっていうことだけ決まってて、俺はふわっちのみっすね。だからもし見ていただける方はふわっちをフォローだけしてください。あと YouTube と Twitter もフォローしてもらえると嬉しいですね。いやー、ちゃんまんの家興味ないな。ないな。佐野の家はないかな。マンスリー上の方行きたいですね。はい。まあでもね、行きたいっすね。はい。マンスリー67位かな。だんだん上がってきてるんで、行きたいっすよ。いや、気にならない配信者なんかいないんじゃないの？それ言ったら嘘でしょ。みんな上の方に行きたいでしょ。閲覧も増やしたいでしょ。それが普通じゃない？俺は上行きたいね。せっかくやってんだから。みんなそうだと思うよ。え、鮫島さんを知らない。鮫島さんバーン開けたばっかりじゃなかったっけ？最近そういうの見ないね。なんかゲーム配信やってんじゃないの？いや、両方とも大事だよ。両方とも大事。優先順位は人によるだろうけど、閲覧とマンスリー。まあ、それはその人次第だと思うから、配信者全員がどう考えるのかっていうのは俺は分かんない。俺は両方大事だっていうのが俺の考えかな。普通両方大事でしょ。目覚めちゃった。嘘。お帰り。じゃあここでゆっくりして寝れるようにね。はい、ともさんはどつ？いらっしゃい。ちなみに今日のマンスリー上位の人見ましたが、閲覧数が少なかったです。ああ、そうだね。閲覧数少ない人の方が稼いでるね、マンスリーね。なんでなんだろうね。理由がよくわかんないんだよな。有名度とか知名度とかあんまり関係ないんだよね、ふわっちは。だからまあ、投げる人っていうか、まあ、太いお客さん、太客みたいな人がついてるかついてないかみたいな感じなんだろうね。トムさん、風船ありがとう。
アイテム数だろ。いや、そうでしょ。まあ、閲覧数は関係ないもん。アイテムいかに投げられたか勝負みたいなところがあるから。だからまあ、なんつうんだろう。太客がいるかいないかだけの世界だからね、マンスリーランキング。いや、だから、うん、単純にお金投げる人が多いんでしょ。ただ単に。応援するよっていう。そこは運じゃないかな。ありがとう。猫助さん、ありがとう。バガ、ありがとう。あ、いや、チャンピオンはね、トップレベルだからね、すごいよ、あそこは。TCP は。なんか社長さんとかなんじゃないの？やっぱ経営者とか。そういうもんなんじゃないのかな？俺は全然 TCP の人と会ったことないから、全然わからん。のんちゃんに見せたよ。うん、見せた見せた、ともさん。うん、配信にはね映せなかったやつでしょ多分。配信終わるときギリギリに送ってくれたやつかな。見せたよ、もちろんだよ。うん、ありがとね、書いてくれて。あ、まあまあ流動するもんじゃないの。やっぱりね、花火師さんも推しの配信者が変わったりするもんでしょ。この人好き、この人嫌いってなって、いろんなところ渡り歩いていくもんだと思うよ。爆投げすごいよね。俺もね、なんか先月3月の中盤ぐらいまで爆投げしてくれてる人いたけど、なんかね、後半そうでもなくなったよね。まあ、今月どうなんだろうね。3人連れてってない。俺は、2日前に決まったから無理だよ、つって。金梅さんが出ないから俺が行くっていう感じで、その代わり、その人数連れてけないよって言った。うん。もう結構俺にとってはね、ファンタスティック花火とか爆投げの域だからな。うん。1回で1万円投げる人とかは爆投げでしょ。富裕層でしょ、富裕層。俺なかなか放送でね、ポーンってファンタスティック花火投げる人は爆投げだと思うけど、まあ どこから爆投げなんだろうね。100発とかからかな。どこから爆投げになって、どこから爆投げじゃないのか全然わかんねえな。ファンタスティック10個ってことは花火100発でしょ。やば。俺今までで最高がやっぱ花火100発だね。花火100発が最高かな。人生もうなんか狂ったんじゃないかと思うよね。だってさ、たった4時間でさ
5万円もらえるんですよ。やばくない？何それって思ったもん。すげえよな。世の中にはだからすごいお金持ちの人がいるんだよ。俺らが想像もつかないような。ビル・ゲイツがいるんだよ、ビル・ゲイツが。ねえ、すごいよね。俺だって自分の枠かなって何回か見たもんね。夢かなみたいな。あ、でもね、なんかあの噂によると男の人じゃなくて女の人が爆投げするらしいよ。爆投げする人は女の人が多いらしい。男じゃないんだって。いや、男だと思うぞ。意外とみんなから聞くと爆投げ者は女の人だってみんな言うんだよ。なんでなんだろうね。不思議だよね。これでも男女あんま偏らないかな。まんべんなくもらってる感じがする。ね、女の人だって言うよね、爆投げする人はね。有名だよね、結構。あー、やっぱりそうなんだ。あ、細木和子みたいなおばさんが投げてる。いいね。なるほど、なるほど、なるほど。ホストクラブで遊んでる感覚なのか。はい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 。あ、でも細木和子はなんかリアリティがすごいな。なるほど、三輪明宏とか細木和子とかが。それすげえ面白いね。てるくん、てるくん、アイラ、アイラって言ってね。うん、 D さんいらっしゃい。うん、何、今月も支援よろしくお願いしますってどういうこと？ちょっとよくわかんないけど、どういうこと？ズバリ言うわよ。あ、芸能人の人いっぱいいるよ。うん、絶対言わないけど。あの、みんながびっくりする人がリスナーだったりするから、俺もうなんか俺らからすると感覚が狂う時あるよ。なんかダメでしょあなたたち見たらっていう。モデルさんとか芸能人とか、もうみんなが知ってる会社の経営者とか、いろんな人がいるのね、リスナーさんって。だから俺らはそれを誰にも言えないじゃん。だけどそのやっぱりリスナーさんでさ、ほら、配信者、大手配信者同士になると分かるんだよ、どこと被ってるか。だからそういう時は話すけど、誰々さんとかね、裏の話とか。陽子ちゃん最近元気だね。うん、わだつ、陽子ちゃんもう分かってきたね、そういうこと。さっきの写真で見て素晴らしい。世界変わったでしょ。あれ3ヶ月続けな、作戦3ヶ月後ね。あれ釣れる、釣れるでしょ。もう大量でしょ、陽子ちゃん。うん、なんちゃってホリプロ。ああ、全然全然、あんなんみんなが絶対知ってるような、あの一般的な有名人の人で DM とか来たり LINE とか来て、こんなん無理でしょって。そうそう、グレイの、だってグレイの久志がシャンマンのリスナーで、いや、シャンマンの大ファンですって電話かけたことあるんだよ。うん、陽子ちゃんと今作戦立ててんの俺。
陽子ちゃんはエロカワ系で攻めるっていう、サバサバ系女子じゃなくてエロカワ萌え萌え系女子として生まれ変わって3ヶ月後ひっくり返すから。てかヨコちゃんスタイルいいんだね、ビビったわ。今の佐野さん、いやどうなんだろうね、うん、どうなんだろうね。まあ、でも下手な有名人より配信者の方がなんか有名になってる人もいると思うよ、金梅さんとか。おい、一尾田さんいらっしゃい。今のちゃんまを見てるかどうかわかんないけど、いやーありがとう、ハートありがとう。3年前のちゃんまん顔に張りがあった。いや歯が抜けていったからなんかシワクチャになってってるだけだと思うよ。芸能人からコンタクトありますか？あ、だいやあのね、芸能人っていうかだから うちの場合はね、なぜか経営者の社長さんが多いから、まあギョッとする経営者の人とか、あとまああのモデルさんとか、うん、しかもなんかあの日本でっていうレベルのモデルじゃなくて、その世界的に活躍してるモデルさんみたいな、本ちゃんのモデルみたいな人、そういう人はいるね、いたっていうか、まあ今見てるかどうかわかんないけど、まあ経営者が多いかな。へえ、ちょっとトイレ行ってくるわ。まあ芸能人、まあね、俺自身が芸能人みたいなもんだからね。
寒いな、暖房入れようかな。岡山行くと思うよ。行く行く。いや、キャンセルとか来てないから、多分行く。で、岡山行った後大阪行って、で、あ、名古屋か。大阪、名古屋って回ろうかなと思って。行きますね。美浜区 みかん地区。いや、岡山行って何すんのって。いや、岡山で仕事してくるだけだけど、なんかお店で配信回してほしいっていう依頼が来て、で、宿泊費、交通費、ギャラ代全部出すからって言っていただけて、あ、ぜひぜひって言って、で、その時になんか仕事の話したいって言われてて、ああ、自分で協力できることがあったらっていう感じで。何するって言ってもね、お店で配信するだけなんだけど。何するんだろう。特に予定はないかな。多分案内してもらえると思うよ。車出してもらえるって言ってたから、多分ね、バーって案内してもらえると思う。そういうところは社長さんね、忙しいからあれだけど、時間が空いてる時があったらね。まあまあ、それも外配信するのも面白いよね。瀬戸大橋。ああ、瀬戸大橋はでも、四国行った時に通ったな。でっかい橋ね。
なんだっけ、徳島とつながってるんだっけ。なんか夜行バスで通ったな。まあでも観光通過ね。まあまあ、向こうのお仕事で行くわけだから。まあ空いてる時間で観光するのはありだと思うけど。まあ今月それくらいか。岡山ぐらいか。今決まってる仕事は。じゃあ、おいら、そろそろ寝ようかな。明日っつうか、まあ、今日、昼間放送するよ。起きたら。T シャツとか作んねえと。忘れてた。捨て頃に向けてグッズ作んねえと。ゆっくりお風呂入って寝るわ。みんなありがとね、見に来てくれて。今月もよろしくお願いします。先月、ありがとうございました、本当に。頑張ります。捨て頃までね、バタバタしてますが、まあもっと忙しくなるように頑張ろう。 あ、エイプリルフールか。俺女なんだよね。おやすみ。 おやすみ。 エイプリルフールか。やるか、なんかあるかな。エイプリルフールね。